して立ち止まっていただいたことを肩のですね足をこう再び動かさんようにする、そのような目的で励むものというのがあるということで、何かしが違うということなんですね。まあめったに私もこういうものを置いてさせていただくというのは、まあ、ネタによってですけれどもあることが少ないんでございますんでね、そんなお話を聞いていただきました。今日お話をさせていただきますのは遠洋博というお話です。まあ、先ほど、翔平さんが、新作のですね宿題というお話をされておりましたので、私の方は古典落語の方で、遠洋博というお話を聞いていただくわけです。これ東京へ参りますとタラチネという題名でお話をされております。東京と大阪と両方であるお話なんですね。これもまあちょっと珍しい話かなと思います。私久しぶりに何ヶ月半年ぶりぐらいでしょうが落語させていただくのはね、ネタちゃんと最後までちゃんと知らずにいけるかなという心配はさることながら、終わった後ちゃんと立てるかなという心配がですね、やはりこうずっとついて回ってるんでございまして、不安を抱えながら最後までよろしくお付き合いのをお願いいたしますけれども、遠洋博というお話の中にですね、落語にはちょいちょい何でもそうですけれども、分かりにくい言葉というのがちょいちょい出てまいります。このお話に出てまいります言葉で、強行禁言という言葉、そしてあの寄って普段のことして、この2つのことがなかなか分かりにくいと言いましても、まあ、寄って普段のことしぐらいだったら多少私らでもちょいちょい聞いたことがあるような気はいたします。強行禁言というのはなかなか聞いたことがないですね。まあ、両方ともあの文章の終わりを締めくくるという意味で、まあ、あの以上相違ございませんとかですね、そんなふうな意味だというふうに考えていただいたらいいかなと思います。両方ともほぼほぼ同じような意味で使われることでございます。まあ、これがですね、庶民の芸である落語に普通に使われているというのがね、なかなか昔の方々っていうのは文化の芸としては高かったよなというのが本当に感心させられるわけでございますけれども、縁というのは不思議なもんでございまして、まあ、ここで落語させていただくというのも本当に一つの縁でございますけれども、中には、一番縁として、ふさわしいのが男女の縁でございます。城内にブラブラしているヤマメがおりますというと、その男に嫁はんを世話してやろうと、世話焼きの年寄りが一人や二人おったやつでございまして、ただ何かいな、おばさん、じゃあ、渡りにあの嫁はんを世話してやろうとこないおっしゃるんですかいさ、もういつまでも一人でいるわけにいかんのでな、世話をしようという娘さん、年は22やがな、22ちゅうたらあんたの渡りとちょうどでんな、まあ、年なくはええと思うで、うん、色の白い鼻筋のシュッと通ったな、目元の涼しい、なかなかの結婚さんじゃで、なんで素敵な、年は22で色の白い鼻筋のシュッと通った目元の涼しい鉄品さん、ほらまた結構でな、よし金言いました、もらえるよ、おくなわれ、これおまんかまなんかもらうにいいんじゃないかな、お前に気に入ってもうたら結構、早速話を進めまようやない、このお方にはたった一つやな傷があってな、そらそらでしちゃうまいよ、なんだと思ってました、そらそらでんがなあた、あまり話がうますぎると思ってましたで、こちら22で色の白い鼻筋のシュッと目元も涼しい別品さん、んな結構なお方、あんたは話題みたいなもののところへ嫁に来てくれるのがおかしいなと思ってました、おまんね、傷がおまんねやつ、傷中当てないか、みんなまでいいな、知ってますよ、なんでしたろう、お茶飲んだらへそから盛るとか、そんなお方がおるんや、いやいや、このお方の傷中はほかやない、小さい自分から、京都のお公家さんのところへご奉公に行ってなかったよってんな、言葉が少々丁寧すぎて何をおっしゃるか分かりにくい、ねえ、何を言うてないの、言葉が丁寧、あのね、言葉が丁寧やったら容赦やな、言葉が存在やったらケツですって、言葉が丁寧結構でんな、どこかはそんな言うけれどもな、何の丁寧さやないんや、この間やったこの道でひょっこりとおったのでな、これはこれはお珍しい、どちらへお出かけですなと私が尋ねるとな、わらは根性高妻や城に参詣なし、前なる白手梅さで見やすろう、はるか裁縫を眺めれば六つの兜の頂きより、
本命があると見えるな。
のきなれのきなれのきなれザバーンと、もしもしもし、あと子供いけんやったらもっと誕生入れたんだ。あれどこぞで子供が暴れてますけ、暴れてますけってあなた今ザバーンと飛び込みましたから。あれね、この前お前ね、話題のぬか袋、大きなぬか袋やな、気付けて終わりよと思ってたら教えてくれんの。これ入れてまいります、やっとしちゃった。
飯食わんで、大きな大きなすり鉢みたいな大きなやつで飯食わんで、で、発車になるの発車の看板にしてもらう、太い太いやつをまな、おっさんちょっとこう、木蓮かちなんかというんで、看板にしてあるような、太い太いやつを扱うわけで、中東さん、やっぱりお名前さかいな、こんなこと言うのは可憐なのに、茶碗一つでも京都の清水焼き、朝顔の家藩から娘の茶碗な、象牙の端で銀の桃引き入っとんで、ちょっと茶碗に当たってでも、チンチロリなんて風鈴みたい、チンチロリなんて風鈴みたい、俺は男やさかい遠慮せんと茶漬けでもガサガサガサッと。一つに食べるのでも前まで様子しやがる、ポイ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 、ちなみに俺は男へ栄え遠慮せんと奥までバリ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 と言うけどもな、嫁はんの茶碗が信じられんか、俺が茶漬けお母さんです、母さんがポイ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 、俺が奥までバリバリ信じられんか、ガサガサポリポリのバリバリ信じられんか、ガサガサポリポリのバリバリチンチロリンのガサガサポリポリのバリバリ山やかましな、山根どうしたのか、ほんまにもううちはお前子供が寝かったんで、子供がお前が隣から大きな声出したら子供また起きてしまったらしい、先生、ダオやめてなさいな、人がいない、ほらちょっと覚えたけつかんで、何やってみられるんだよ、
この人どもの言うてんねん。えらいことになったぞ。この祖先の名前なんちゅうのかな。ジンベアもジンベア、名前ぐらい教えといてくれたらええねんかな。あなた、名前は何というのですか。何、わらわの生命になるけ。あんた、わらわの生命やんちゅうねんか。えら男みたいな名前でんな。これはいなこと思ったの。わらわ、父は元教頭の三にして、姓は安藤名は建造、あざなお五公と申せしが、わらはら33歳のおり、ある夜誕生ゆめにわらわをはらみしがゆめに、だらちねの代々ゆいでしころは、つるじょつるじょと申せしが、これは幼名、成長の後これを改め、遠洋博と申すなり。これにあの、あなたが今言ったこと書いてもらって、書いていただけます。そうそう、あなたが今言わったこと全部書いてもらって、もう何から何まで書いてもらっただけ。目をとの間に隠し事があって、言うときます、漢字はやめといてもらって、あんまり心安いしまえるんで、かなで書いてもらって、ああ、そう書いてくれた、ありがとう。うわっ、うわっ、何、わらわの生命になるやんか。そうそう、わらわ父はもと、きやうと、きやう京都の三にしてから、聖は安藤名は建造、あざなお五公と申せしが、我が母33歳の折、あるよ誕生ゆめにわらわをはらみしがゆめにか、だらしねの体内よいでしくるはつるじょつるじょと申せしが、これは読みよ、成長の後これを改め、遠洋博と申すなり。今まで気ぃ使ったんだけど、この間の名前便利やな、お先ちゅうねんけどもな、古い時計なんかでも、おいお先、古い草から手抜き出してくれ。じゃあなかなかそんなわけにいかんで、古い時計でも、おーい、何、我々の生命になるや、我々は父は元教頭の三にして、生は安藤は名は平蔵、あだ名は王侯と申せしが、我々は33歳の折あるよ、誕生日に我々の半飯がゆえに、だらちねの大変により、仕事する、通常、通常と申せしが、これは幼名、成長の後、これを改め、遠洋博と申すなり。風呂行く草が手の上に出して、ドア開けてまうがな、おい。風呂ぐらいやったらかめへんで、火事がてなことになったらそうだやがな、おい。隣やったら、おい、最近患者荷物取り出せ。これですむけど、うちはなかなかそんなわけにいかんで、そこまで日が越えたのに、おーい、なに、わらわの生命なのや、わらわ父は元京都の三にして、熱い、丸焼きやな。また地面に言うて、手頃の名前つけてもらおう。じゃあ、どうです。将棋一番最初から始めたら、花札見たことない。ほたらぼちぼち寝まよか。婚礼の晩というのは他に何もすることがないもっと見えまして、二人枕もらえたりと横になってしまいます。さて、その前の中でございます。何を思いましたか、花嫁さんは。アホの枕元へベタベタと両手を使いまして、あらわが君、あらわが君、おい、びっくりした、おい、夜中に何ちゅう声出すねんだ。一酸回路凍結のちぎりを結びし、上からは千代や千代に変わらせたもの、こと中で、なんやねん、おい、カエルのケツを通しに行った。無茶しないな、おい、カエらしい顔してカエルのケツを通しに行ってどないぞ。せめていつつむつにしとるだったらええ、もうそれは何があったんやしなんて言うな、もう夜中でな、もう寝ることできたならね、また朝のところにしてんか、と喜んでおりしまいます。さて、翌朝でございます。自分の寝顔を夫に見られるのは妻の恥とばかりに、朝早うから起きました、朝ごはんの支度をしようといたしましたけど、初めて来た家で、お米のありかが分かりませんが、またまたアホの枕元で両手を使いまして、あらわが君、あらわが君、おお、またかいな、おい、どないしたい、白毛のありか追いつくなりや。白身のありか、おい、人をバカにしてもらえまよまいかい。わしゃな、さっき確かに昨日まで山まで来たのには暮らしててきたけどもな、白身だけはわたくばかしたことないつもりやで。そは半虫の白身ならね、わらわの言うは嫁のこと。お前、嫁は知ってんのかいな、
て、汁物の用意をしようといたしますけれども、中に入れる具がございます。ふと表を見まするというと、振り売りのアキンドさんが何やら身を掲げて重たそうにこちへやってくる様子。何を思いましたか、花屋です。バタバタと表へ出ていきますというと、門前に一なす静のおのこ、おのこやおのこ、呼んでありますね。いのかえのか誰もいてへんな。わいのことか、わいのことか。なんでしたろな。掃除の携える知らねぐさ、あたい一足いくばくなりや。なんやっておい。知らねぐさ。聞いたことあるわ。上津方おかげさんの方ではこの根深ネギのことを知らねぐさと言うそうな。これで、一束五文ねんねん。何一足五文とな。我が君の御意にメスやメサヌやうかもう間、しばらく門前に控えておりゃ。で何をさすねおい。ああ我が君、なやて、ああそう、ああ最近の忙しいが早いことしたりや、ということになって出てしまいます。さて、すっくりと朝ごはんの用意ができました花屋です。またまたアホの枕元へ両手を使いまして、あらわが君かなんなおえ、毎日これかおえ、どないしたっちゅうねん。もはや日も当店に輝きませば、床を着やってうがい上手に身を清め、神前仏前に見明かしをあげられ、朝毛の前に尽きたもこべし、強行金言。なんや